架空の世界の故障、またはそこに存在する十二の国の総称である。十二国の世界は、神仙や、妖魔の存在する世界である。妖魔などは、三海行を資料にし、特性や姿を元にしている。政治組織は古代中国主来に類似しており、国政は、封建制だが、命令権の強要請のもと統治が行われている。 王位は世襲制ではなく神獣、獣キリンが、手に従って選んだ王により治められる。王も、また手に従う形で国を治めることを求められている。王や一部の行為の管理は、人ではなく、新鮮になって、不老長寿を得る。必ずしも不死ではなく、特殊な武器で、 首や胴を断た,たれるなどの重篤な傷を負ったり、長期間にわたって飲食を完全に断た,たれるなどすれば死ぬ。また王は、自らを選んだ麒麟が、出動などで死ぬことによっても命を落とす。出動とは、王が、天威に背くことで麒麟がかかる病である。他国への軍事的干渉など、天が、特に重大な罪と定めた行為を王が犯した場合、王、 キリンと共に悲惨な死に方を四国しも変わる。管理は、辞職や罷免によって戦績から除外されれば、人に戻るが、神石に入った王は人に戻ることができず、大尉は、自らの命を絶つことと同義である。十二国に関わる作品で最初に執筆されたのは、現代日本が、舞台のミステリータッチのホラー作品、魔性の子である。異界に憧れる、高校教師。 広瀬が子供の頃神隠しにあった高校生高さと金目に出会い高さとの周囲で起こる怪奇な惨劇を経てただの人間外界を気求して拒絶され麒麟が真にあるべき世界に帰還するというファンタジー的なものを語っている魔性の子の執筆時に背景となる一世界としての十二国が地図や年表図表などと共に作られた それが講段者編集者の勧めで、ファンタジー小説化され、十二国旗シリーズが生まれた。十二国旗シリーズの進行とともに、魔性の子は、サイドストーリーとして扱われるようになった。かつて世界は、九州とシーの合わせて十三州からなる今とは全く違う世界であった。しかし、そこでは、人々はあまりにも、上理をわきまえず、無軌道に生きていた。 天帝がどれだけ悟しても誰も行いを改めず、戦争が耐えることなく地の川が流れるほどであった。そこで、天帝は決意し、世界のすべてを一度滅ぼし、五人の神と十二人の人を除いて、すべてを卵に返した。そして、世界の中央に五山を作り五山を取り巻く部分を後悔とし、五人の神を竜神として、五山のそれぞれを守らせた。 また十二人の人にそれぞれ三つの実がなり、蛇が巻きついている枝を渡した。蛇は溶けて、天を支え、三つの実は落ちてそれぞれ土地と国と玉座になり、残った枝は筆になった。蛇は、王の綱、土地は戸籍、国は、律、玉座は人道、筆は歴史をそれぞれ示している。天帝はこの世界の最高神であり、創造主でもある。単に、 天と呼ばれることもある。今の世界ができる以前より世界を支配していたが、かつての世界があまりにも乱れたため世界を一度滅ぼして、すべてを卵に返し、現在の十二国世界を作った。十二国世界のすべてを作り天綱を定め、今も世界のすべてを収めているとされる存在で、玉形に住むと伝えられている。キリンが王を選ぶのも、 天庭の意志に従って選んでいるとされている。小説中において天庭はほとんど記述されておらず、天庭が王を認じる儀式とされている王の即位式においても姿を表さない。元国主従は500年に及ぶ、統治の間、あったこともないし、あったという奴も知らないと語っている。また、元国主従に敵対して敗北した和津湯のように、 天帝などおらず、いたとしてもそんなもの必要ないと発言して、天帝の実在のみならず、必要性まで否定する者も,もいる。天帝の実在をほのめかす数少ない記述として、天界に属する天仙である、犬狼魔君が騎士の里に里木をもたらす際に、天帝や初心を動かしたとされている。麒麟によって選ばれ、天帝に代わって国を統治する人物。 選ばれる資格はその国の里木に実った卵化から生まれたことと、先代の王と同じせいでないこと、キリンの実が感じ取る王妃を有していることである。この条件さえ当てはまれば老若男女身分問わず、裸や半獣であっても王になる。王妃はキリンの強い直感と言えるもので、どのように感じるかはキリンによって異なる。王に選定されたものは皆名君や、 剣君の素質があると言われるが、実際は短命の王や女王も多い。天の意志が麒麟を通して王を選定するとされているが、天は人間の世界に直接介入しないため、謀反などで王が危機に陥っても助けはない。王の統治には三つの天気点になりやすい時期が存在するとされる。これらの天気点以外で倒れる王も多いが、その場合でも大抵は、 天気点の時期にうまくいっていない気配がある。キリンにひざまずかれ、慣例に従った文言でキリンと制約を交わすと、王になる。王になった者はこの時点で、神石に入り、不老不死になる。そして王とキリンは、天音直を受けるため、ヨモギ山に向かう。吉日になると運転具へおき、木座橋を登る。木座橋は、ヨモギ山の山頂の病に続いており、 木座橋を登り終えた者は、天帝と聖王母の像に向かって病に昇降し、道を守って、毒を施すという誓いを立てる。その後、玄武の背に乗って、雲海の上を渡って王宮へ向かう。王が戦争すると、戦争した国の白地が、即位と泣き、大鳥が、他国の王に、どこの王が即位したかを伝える。そして、随運が現れるなどの吉兆が起こる。 これらの随調がないのに王が即位したと言われると、多くの者は義王を疑うし、事実そうである。キリンが出動するほどの失勢がない限り、王が玉座にいることで、天才や妖魔の襲来が減る。ただ王宮にいるだけではなく、儀式、特に講師を行うことが不可欠である。これらの災害を収めることが、王の最も基本的な職務である。 その他の政治、軍事は、多くが、書簡に任せて王はそれを再化する形であり、王自身が、どの程度政治、軍事に関わるかは、王次第である。王は婚姻はできず、従って、子は持てない。王に選ばれる前に、配偶者や子供がいた場合、家族も一緒に宮廷に迎えられ、千となり、王を補佐する。単に王の近親者としてだけでなく、 実際に官職に就くこともある。王を神にしたキリンが死ねば、王は数ヶ月から一年ほどで死ぬ。王が倒れた時、白地が宝魚と泣いて死に、大鳥によって他国の王に知らされる。各国の宝絵の中には王にしか扱えないものもあり、キリンと共に王にとって切り札となる。一国に一の最高位の神獣本性は獣で、 人と獣の二つの姿を持つ。黄色は木。人の時の姿は、そうじてすらりとした体格で、獣型は、メスきの毛並みに、五色の背、金の縦髪の一角銃で、顔は、馬ほど、長くなく鹿に似ており、額には、黄身のかかった、真珠色の枝分かれした角があり場のようなひずめを持ち、長い尾は、付け根が細くて、馬とは異なり、 牛のそれよりも長毛が豊かである。仙骨を持ち、体重が非常に軽い。正常は、ひとしであり、慈悲深く、争いを糸う。肉や油を口にすることができず、血の汚れにより病む。血の匂いを嗅いだだけで倒れてしまうこともあり、それが、塩砂や図素が混じった血ならなおさらである。キリン本来の力は、 獣に転じた時の角が根源であるとされ、人型でも角に当たる額に触れられることを嫌う。角を封じられたり傷つけられたりすると、キリンとしての力を使えなくなる。角を失っても、長い年月をかければ、再生は、不可能ではない。空をかけることができ、十二国世界の生き物の中で、最も足が速いとされる。十二国世界の中央。 五山の一つよもぎ山で生まれ育ち、王妃を頼りに、自らの主を探し、選ぶ。麒麟は、天庭の意思が素通りするだけの存在とも言われ、王の選定は、麒麟の意思ではなく、選ぶのはあくまで天である。王の選定後は、王と共に、国へ赴き、進化に下って再助となり、王を補佐する。 キリンはその国の民意を具現化したものと考えられており、キリンの性格は、基本的には、自国の国民の気質に準じるとされる。自らの種以外には決して高騰せず、相手が新鮮であろうと他者に高騰することは、本能的に不可能である。天庭と聖王母の像に礼拝するときですらキリンだけは、膨礼ではなく、気配で済ませる。一方で、自らの主には、 稲が王でも高騰してしまう、という。よもぎ山にある、捨てみきに、黄金の卵かとして実り、誕生後は、よもぎログを、従宮とし、キリンのために生まれた女界の父と、よもぎ山の女仙によって育てられる。王と制約するまでは、よもぎ山公とも呼ばれる。よもぎ山に住む女仙たちは、キリンの身の回りの世話をするメシ使いで、女仙の長である平気霞玄君くんは、 唯一キリンと同格の存在である。王のいないキリンの寿命は30年ほどで、稀に王を見出せないまま天寿を全うするキリンがいる。しかし王を選んだ後は、王が道を失って、出動の病にかかったり、無本などで浮遊器で攻撃されるといった事態にならない限り、王と共に生き続けることができる。出動の病は、心の病とされるが、 キリンの不調から直ちにそれとわかるわけではない。病に伏してからキリンが死ぬまで数ヶ月から一年の猶予があるが、王が心を入れ替えて、キリンの病が治った例は数例しかないとされる。なお、キリンが死ねば、王も死んでしまうため、キリンを殺した者は死罪に処されることがある。生まれた時は、獣の姿で、角はないが、5歳ぐらいから人の形に変化するように、 なり、言葉を話し始める。それからしばらくは、姿が頻繁に変わるが次第に落ち着いてきて、角の先端が額に現れると完全な人型になることができ、同時に血離れをする。血離れする前は、傷や血の汚れに強い。キリンの能力の多くは、獣の時代に身につけるもので、この年代は誤算を奔放にかけ、後悔を飛び回って、妖魔を、 遊びのように尺伏しながら暮らす。人の姿から獣の姿になることを天々、逆に獣から人になることを天火という。王を選定した後も成獣になるまで体の成長は続く。成獣になると外見上の成長は止まるが、成獣までの年月は麒麟によって異なる。ラカの麟は、宝来では人の子として生まれるが、点火ができるようになる前に、 よもぎ山に連れ戻された場合は、獣の姿になる。通常は、金の縦紙を持つが、ともきの銅に近い金色、ケーキのかなり薄い金色のように、個体差がある。なお、黒麒麟は黒い鋼色の縦紙に、黒に銀とキララを散らした背、漆黒の首と足で真珠の一角を持つ。過去には、赤麒麟や白麒麟がいたこともあった。十二国世界では、黒は、 ケージの色であるため、黒麒麟は特別な力を持っていると思われているが、実際は、ただの色違いであるという。十二国世界で、キリン以外が金髪を有することはなく、キリンの縦紙はいかなる染料でも染めることはできない。人型の時の髪は獣型における縦紙であり、天変時に不揃いになることや首が曲がってしまうことを、 避けるため、基本的に切ったりゆったりはしない。縦髪の長さは個体により違い、毛先を整える程度に切ることはあるが、伸びるのが止まるまで伸ばすのが普通である。オスを木、メスをリンと言い、国しを関してその麒麟を表す号となる。ただし故障として使用されるのは、ヨモギアまで除染の日語化にある間貸し的な会話の場合のみで、 公式の場では一般に役職名の才助、あるいは恐れうやまって、大タスクと呼ばれる。他国のキリンの場合は、国しを関することで呼び分ける。きっとリンの割合は、一国を見ても、世界全体を見ても、時代によって偏りが出ることもあるが全て見ると大体半々の割合になる。自身が強い意味、戦うことも困難であるため、 妖魔を司令という自分の進化として従え、指揮することができる。ただし、自身の能力を超えた力を持つ妖魔を従属させることはできない。司令に下す際、キリンは死後に自分の死体を食べさせるという契約をする。そのため、墓は王と合葬される形を取られるものの、墓にキリンの死体はない。通常、キリンは 死後に貧窮に安置されるが、この間に、妖魔はこっそり死体を食べる。生みの親はおらず、戸籍が持てず、結婚もできなければ子供もできず、ひたすら王に尽くした後は、自分だけの墓はなく、王と合同の墓はあっても死体がないという麒麟の、生涯を、六太は、内々尽くしであると例えている。登る山とは、 王に選定されることを望む人々が、自力でよもぎ山に登ってその国の麒麟に面会する、ことである。章山によって麒麟に面会できるのはその国に席があるものに限られ、一生に一度しか章山できない。選定の機会は主人に付き添う従者であっても等しく与えられる。登る山車の中には、端から玉座は諦めて、これを機会に、 キリンや王とヨシミを結ぼうとする者もいる。全王と共にキリンが亡くなった場合、次のキリンが生まれ王の選定が可能になるまでの約5から10年の歳月を待たなければならない。キリンの準備が整うと、小国の里祠らにキリン機が掲げられ、王の選定の開始を告げる。キリン機をあげる命令は、ヨモ山からキリンの小国のべての死病に同時に行われるが、 実際に旗が挙げられるのは各指病によって数日のズレがある。いち早く章山を試みようとする者は時期が近づくとキリン期が上がる前にそれぞれ年に決められた日のみ開く四霊門を巡り始める。章山するには四霊門のいずれかを通ってよもぎ山に赴く。門とよもぎ山の間には後悔が広がり、 これを横断する約半月から1月の間、生死をかけた予定を経ることになる。キリンと面会した結果、王旗を認められなければ、至り日までご無事でとキリンに言われるのが慣例であるが、至り日とは月死を呼び当時、中日とは、悲願のちょうど中日であり、次に、門に開く日を指す。王であればキロは、 雲海の上を安全に帰ることになるので、王ではないイコール危険の伴う後悔を戻ることを、暗に伝えていることになる。一般的に、登る山車は、初期ほど自負心の強い軍人や官が多く、後になるほど、周囲の者に押されて、小山を決意した者や商人が増える傾向にある。特に最初の登る山車の中から王が出た時は、その王を、 疾風のように王になった者の,の意味で、久御風の王と呼ぶ。久御風の王は昭山崎から、自他共に王に、ふさわしいと評された者が多く、欠物であり、名君になる可能性が高いとされる一方で、早期に倒れることも多いとされ、久御風の王は朝を終ずという孤児も存在する。久御風の王の例としては、イサムしゅや、と名をが挙げられる。王となるべき人物が、 登る山車の中にいた場合、妖魔の襲撃が少なくなるなど、通常よりも、格段に困難が軽減される。強し氏はその人物を宝もしくは宝美名と呼び、その旅を、宝欲に乗ると表現するが、その人物が途中で死ぬと、それまでの幸運の付けが、一気に回ってくる。咳を失う、卵化が食で流される、小山する意欲がない等の理由により、 必ずしも王となる人物が、小山するとは限らないため、麒麟が自ら自国や他国、法来、混論に赴むき王を探す場合もある。現在の十二国の王の内昇るさんして麒麟に、選ばれたしたことが作中で描かれているのは、友王、玉将と太陽、イサム州の二人である。猿王、直隆と、慶王、赤子は、麒麟が、法来に赴いており、双王、 ハゼサキシンは経営する旅館に、ソーリンが訪れている。トシヒロによると、竜王、ジョロホーも、小山はしていない。ジョカイキリンと同じく、捨て幹から生まれる。枝に、リンの卵かが実るとそれに対応する根にも、ジョカイの卵かが実り、一日たちで帰る。生まれた時には、自分が育てるキリンの国種と性別を知っている。 女界は、キリンより先に生まれて、キリンの誕生を見守り、乳母として育て、小国に下って、後は司令として使え、キリンが死ねば、同時に、女界も死ぬ。様々な動物が入り混じった姿をしており、混ざっている動物の数が多いほど良いとされる。性は必ず白で、性を持つのは、生まれてきたキリンを守るという重要な使命を担っているからである。 キリンを守ることしか考えられないため、キリンが危機にさらされた時には後先を顧みずに無茶な行動に出ることもある。種族的には人と幼獣の中間に位置する。人あやかしあるいはあやかし人と呼ばれるあやかしの一種で、捨てみきから生まれた女だけを特別に除海と呼ぶ。霊獣あやかし十二国世界から見て、日本を、放来、中国を根論という。 十二国世界には、法来は巨海の果てに存在し、根論は世界の影に存在するという伝説もあるが、法来、根論は十二国世界とは異次元に存在する、一世界であるため、通常は生物や物品が行き来することは不可能である。だが、本来は、交わることのない法来、根論と十二国世界が、食と呼ばれる現象により一瞬つながってしまうことが、 あり、本来は十二国世界で誕生するはずだった命が、放来、混乱に飛ばされたり、逆に、放来、混乱から人間が流されてくる場合がある。こうして、開脚、山脚、かが発生する。神石にあるものや、白衣以上の線ならば、意図的に行き来することができるとされているが、腹果てでない十二国世界の人間が、放来、混乱へ行くと、 姿や意識が不安定になり、確固たる形で存在することができなくなる。なお、開脚、山脚などは十二国世界に流されてきても特に存在に変化はない。伝説の上での和や館は、家が金銀玉でできている新鮮の国であり、国は豊かで農民でも、王光のような暮らしをし、人は皆宙をかけ、一日で千里も走り、赤ん坊でも、 妖魔を倒す不思議な力を持つ、どんな苦しみも悲しみもない、夢の国であるとされている。妖魔や神仙が人通力を持つのも、この世界に行って、深山の泉を飲むからだと言われている。宝来、根論と十二国世界の間には、世界の狭間と呼べる虚無の空間があるとされる。この空間を渡るのには、約一日かかるという。また、 稀にこの空間に物質が取り残される場合もあるという。開脚、山脚、原かコ来、ロンから、職によって十二国世界に流されてきた人間を、開脚、または山脚という。姿は十二国世界の人間と非常に似通っているが、十二国世界の人間とは、本質的に異質な存在である。また、開脚、山脚の中には、 ハラカと呼ばれる存在もいる。開脚や山脚は線になるか、十二国世界の言語を習得しない限り、言葉が通じない。壁落ちうどによれば、新線以外は、ハラカといえども同じだという。初歩的な中国語の知識のあった、東大生の壁落ちうどは最初は過労じで筆談が、できるため十二国世界の人間と意志の疎通ができ、十二国の、 言語を覚えることができたが、松山老人は十二国に来て、半世紀経ってもほとんど、言葉がわからないまま生活していた。開脚や山脚の扱いは対抗に、定めがないため、どう扱うかは、各国の政策に委ねられている。多くの国ではおおむね、浮き民と同じ扱いであるが、元、宋、そう、サザナミ等では紙、印刷技術、陶磁器、 技術といった有用な技術をもたらすとされているため優遇されている。中でも狩りでは、開脚は役所に届ければ、開脚としての身分証明書を与えられ、それを使って境みから一定の生活費や、商売の元での融資を受け取ることや、公共の学校や病院を利用することができる。ガンでは、開脚が、 このように優遇されているため、開脚でないのに開脚を名乗る偽物もいるらしく、郵便番号や市外局番を聞かれて、本物かどうかを確かめられる。逆に、匠では、開脚がやってきた時の職で被害が出たかどうかによって、良い開脚と悪い開脚に分けられ、悪い開脚は国を滅ぼすとして処刑されることになる。職乱化とは、十二国世界における、 あらゆる生き物の卵の総称である。好みの形をしている。十二国世界では、人間の動物も母親ではなく卵化から生まれる。植物は種をまけば育つが、新種の作物の種はやはり卵化から生まれる。人間や、家畜や、農作物は里木、獣や魚や植物は、野木、キリンと魚介は、よもぎ山の捨て幹に実る。どの木も、 白銀のように白く、枝ばかりで葉も花もない。また、妖魔が近づかない。いかなる動物も里木や野木の下では、摂生ができない。空、食われるの関係にある動物は、時期をずらして生まれてくる。金や銀、水晶などの玉は、主に、大国に輸出する。金泉、銀泉、玉泉から採取する。泉の水が、 つぶての地層を流れると稀に結晶化することがあり、その結晶を種石にして対応する泉につけて、気長に待つと結晶が大きくなる。望んだ大きさになったところで採取する。そのため、十二国世界では、宝飾品の値段は姿勢が思うほど高くはなく、高価なものは真珠だけである。どうや、鉄も存在する。よがタッシュネーから聞いた限りでは、 石油や石炭は存在しない。仙とは、仙石と呼ばれる特別な古石に名前を記載された人間を言う。王と麒麟は神石と呼ばれる仙石とはまた別の古石に入る。ため厳密には、仙とは区別されるが、総称して神仙と呼ばれ、単に仙と呼ばれる場合もある。海脚や山脚も仙になることができる。仙になると、その格にもよるが、 様々な特殊な能力を持つようになる。線は、最下級のものであっても、不老であると同時に病気にならず、飢餓状態になっても死ぬことはない。また、陶器で攻撃されたり、非常に高所から落下するなどしない限り、体に傷を負うことはなく、たとえ怪我をしても通常の人間と比べて回復が、早いため、多くの場合は、自然治癒する。また、開脚や、 山客のような言語をことにするものや、病などで、言語不明瞭になったものとも意思が通じるようになる。くらいの低い線は、それ以外に何か特殊な能力を持つようになるわけでは、ないとされているが、行為の線は、妖魔や獣の意思も感じ取れるようになり、中でも、白より、上の線は境界を越えることができる。また、よもぎ山の除線が、線の力の行使をほのめかして、 老石者を同活したほか、清秀が鈴に、四季の判別の可否を尋ねるなど、一般庶民は、線が何か特殊な能力を持っていると考えている、場合もあるようである。なお、線になると、額に、第三の目と呼ばれる外からは見えない何らかの器官が、生まれ、それが線としての能力に関係しているとされている。事実、額を何らかの呪いで封じられると、 あらゆる呪力を失ってしまう。基本的に管理は、国官と州官、文官と武官を問わず、戦績に登録され、これが、戦の大部分を占める地戦である。管理になったことにより、戦になった者は管理を辞職すると同時に、戦績も返上するが、稀に官を辞した者や、新戦の親族、王の愛称等、官以外の戦で王宮を離れた者が、 それまでの功績によって、戦績をそのままにすることがある。また、五山に使える線は、天帝や聖王母に聖岩を立てて、五国を立つなどをして、万岩成就すると、スーザンから迎えが来て戦になる。そうした王宮を離れたり、自力小戦主をに使えていない戦は非戦と、総称される。非戦の中でも特に白以上にあるものは、千白と呼ばれる。 さらに天界に属する線は、天線と呼ばれ、王やキリンと対等以上の存在として、一般的に神と同列に扱われ、人界との交わりは制限される。それぞれの関係は、さらルを例にとると、元国元途夏感謝史に採用された時に、元国の戦跡に入り、和露の反乱後は、戦跡のまま元国を離れ、その後は、 戦跡は狩りに残ったまま転戦となっている。また、戦の種類や位は呼び名にも反映され、代表的なものとして、自力昇戦した戦は、老、白衣を持つ戦は、白をつけて呼ばれる。喜び国の縁法例にとると、王に仕えていない、非戦としては葵松、通る王に仕えていた時期は、小白と呼ばれる。ある者が王になった場合には、親兄弟、 親族を戦績に入れることができ、特に王の息子は大使、娘は皇子と呼ばれる。またある者が戦になった場合、親子と配偶者は一緒に戦になることができるが、兄弟演者の商戦は許されない。しかし、不老不死の体を吹き身がある者も,もおり、管理は転勤が多いこともあって、管理になると同時に離婚するケースがある。管理の親の場合は、 自分の子供たちの間に線を引くことを嫌がり、戦績に入らず他の子供と共に家に残ることが多い。地線の戦績はその国の王が管理しており、戦績に入ろうとする者の依頼を受けて王自らが戦績に名前を書き込む。戦績にある者が死亡すると、その者の名前は自動的に戦績から抹消される。空位の時は白地の足を使って、 戦跡の管理を行う。王が死んでも神王が即位しても、戦跡をいじらない限り戦であり続けるため、官僚の多くは、複数の王に仕えた経歴があり、王より、はるかに年上という戦も、ザラにいる。人の姿も獣の姿も取ることができる人間のこと。半獣も、普通の人間同士の子供として、里木に実った卵かから人の姿で生まれてくる。 様々な種類の獣の繁殖が存在するが、人間の姿である時は普通の人間と全く区別できない。自分の意志で人間の姿にも獣の姿にもなれ、ほとんど獣の姿で過ごす者も,もいれば、人間の姿で過ごす者も,もいる。熊や牛の繁殖は、人の姿の時でも力持ちであるなど、獣の姿の種類によっては人姿の身体能力に。 影響を及ぼすことがあるらしい。天網に、繁重の扱いに対する規定がないため、繁重の扱いは国によってバラバラである。もともとは、ほとんどの国で、制度的に差別されており、成人しても小店になれない、学校へも行けない、管理にもなれない等の扱いを受けていた。そこまでの扱いをする国は、次第に減り、戸籍を与えないほどの法的差別が残っている国は、 匠だけである。近年に、処遇の改善が行われた国は二国あり、タイでは、イサム州が制度を廃止した。喜びでも上代部以上の簡易にはつけなかったところを、ヨ子が、諸直の返す刀の勅命で廃止した。制度上では平等になっている国でも、事実上の不平等が存在しないわけではない。差別制度廃止から数百年を経ている。 韓国でも、楽春が、教師に、繁獣姿での受講を拒否されたり、本をかじるとの風評から貸し出しを絞られたりなどの、差別は根強く存在する。繁獣や外客、山客、浮き民への差別とは、対照的に、障害者差別や男女差別は、あまりない。生まれつき障害を持っている人への保護制度は整って、おり、妊娠。 出産が発生しないため適正以外の目立った男女差がなく男女は共働きが当たり前となっている。職業もほとんどの職種で男女半々であり武漢など体力的な理由で男性が多い職種も女性がいないわけではない。王やキリンも男女比を歴史書を調べて平均すると世界中を見ても一国を見ても時代によっては 偏りが出るものの大体半々である。ただし、幽閣が存在することや女性への性暴力が少なく、ないことを示唆する場面があるなど、妊娠、出産がないとはいえ低層をめぐる性差は存在している。十二国世界で使われる言語は、法来や根論で用いる言語とは大幅に異なる言語である。文字は漢字を使っており、 漢文を用いているため壁落ちうどのように中国語の知識があるものが漢文の筆談を行えば意思の疎通を図ることは可能だが会話では初歩的な現代中国語が通じない特定の地域でしか使われない熟語や漢用句がある以外は他国間で異はない各国ごとに言語性を敷いており西歴のような 世界共通の都市の数え方は12国世界にはない。言語は、王が即位した時に改元され、その後も時々改元が行われる。純月の概念が存在する。蓬来の暦より約1ヶ月遅れている。各国の国府の表層氏が、天体観測を行って作った暦をもとに、軍ごとに、保障誌が、気候や、動植物の生育や、 気象観測などをもとに中央補い、それを、さらに覚号で調節を行った上で里が発行、配布する。それゆえ、暦の題名は発行された軍の名称になっている。農民が使う、本式の暦は、農事歴とも言える代物で、省歴や省本と比べると、分厚く、農作業や漁業等に関する予報や、 注意事項が細かく記されており、その性質上頻繁に改定が行われるため、最低でも各季節ごとに、時には毎月、暦が発行、配布される。農作業を行わない商人などは、この本式の暦から抜き書きされた、省歴や省本と呼ばれる暦を主に使用しており、こちらは年に一度受け取るのが普通である。暦には歴中という占いも書かれている。 目上からは、生命、目下からは、指示で呼ばれるのが習わしだが、ランダマ曰く、昔肩着の人は、今でも、生命と指示を使い分けるそうだが、若い人には気にしない人がおり、最近は、指示を使わない人も出てきているという。事実、ランダマのように自風の名前を付けられる子供もいる。十二国世界略地図世界の中央に、 金剛山で囲まれた円形の島があり、その大半が航海と呼ばれる場所で、中央に五山がある。航海の外周を二つの楕円型が直角に、組み合わさった花型の四つの内海が囲んでおり、その外側に花の形の大陸がある。さらに、大陸の周囲を囲む海を巨海と言い,い、四周国の巨海側の沖合に二等辺直角三角形の、 4島が斜辺を大陸に向けた配置で存在している。内海と巨海には、大陸寄りの小島を除いて、陸地と呼べる島は存在しない。陸地は総じて、外目川は、断崖が多くて良好が少なく、橋気を使わないと上陸できない港が多いのに対し、内海側はなだらかであり、外海に比べて良好が多い。各国は必ず九州で構成され、内陸にある。 首都州の周りを他の八州が取り囲む形に配置されている。空の上には雲海と呼ばれる海があり、陸にはしのげ雲山と呼ばれる雲海を突き抜ける山がある。人が住む世界は金剛山より外側の地域と定められ、金剛山には4箇所の門が存在し、一般人は門以外から金剛山を越えることはできない。十二国世界では日本、 中国はそれぞれ宝来、根論と呼ばれ、それぞれ世界の東の果て、世界の影に位置するとされる。なお、日本から見た十二国については、作中で一度だけとこよと呼ばれている。十二国世界の空にある、天井と下界を分ける、海。両雲山の九合目の上あたりにある。文字通り点に、水が浮いて、海になっており、波もあれば、潮の香りもする。 近くで見ると常には陰鬱な灰色をしており、天井から見れば、うっすらと青みを帯びた透明な海。雲海上から境を見下ろすと水底に雲があり、その下に町があるように見え、地上からは雲海近くでは青い底が見えることもあるが、普通は雲海の波が雲に見える程度にしか見えない。五山の頂上や王宮、修城はしのげ雲山の雲海の上にある。 両雲山を登ったり機銃で突き抜けると、雲海の上下を行き来できるが、深さはほんの身の丈に見えるのに潜ってもそこには、たどり着けない。雲海の水は血のりをかぶったキリンを清めるのに、使われる。文字通り、雲海を突き抜ける、柱のような山。雲海の上からは、山頂は雲海に浮かぶ、小島のように見える。 五山の山頂、及び王宮と修城はしのげ雲山にある。それ以外のしのげ雲山は、諸侯の意味屋や,や、両母や利休などといった王の所有物である。王宮がある、両雲山の名前は、首都の名前と同じである。首都のしのげ雲山は、門が五つあり、国府がある都合上、最初の門のさつき門から二つ目の門のきじ門までは、市民が自由に出入りできる。 山頂へ至る道は階段状の水道を通っており、見た目より歩いた感じが短く感じる呪いがかけられている。航海の中央にあるスーザンと、その周囲にあるよもぎ山、火山、角山、常山の総称。女神の長である聖王母が治める展開に属する領域。よもぎ山はスーザンの東に位置し、東岳あるいは東山とも呼ばれる。 火山は西、常山は北、角山は南にあるが、角山と常山は、航海の中心から西に寄っている。五山には、周囲の航海に住む、妖魔、妖獣は侵入できない。聖王母ら新鮮たちをはばかって、山を飛び越えようとする者はいない。天庭の山であるスーザンと聖王母が主とされる、よもぎ山以外の山の主は、諸説あって、半然としない。 スーザンは、自力商船した船の修行の場である。ここでの修行を終えた後、天船たちは、よもぎ山などに配属される。五山の一つ、よもぎ山には除船を束ねる天船である壁、霞玄君、玉葉が今日構え、事実商人会と天海との橋渡し役となっている。また、よもぎ山は、新獣麒麟が生まれ、育てられる場所としても知られる。 それらのことから、ヨモギ山のみ人間が立ち入ることを許している。ヨモギ山には、キリン以外には女性しかいないため、ヨモギ山にいる男性と、子供は、必然的にキリンだけなので、ヨモギ山に、小先物はキリンのみと言われている。なお、ヨモギ山は、もともと、大山と呼ばれていたが、大国の王が、敵面の罪を犯したことにより、大国の国主が大から、 タイに変わったために名前を変えた。その後も教事あるたびに名前を変えたが、ここ千年ほどは、現在の名前に落ち着いている。よもぎ山には、四季がなく、年中温暖で花が咲き乱れている。そのため、建物はうろさえしのげればよく、はじめ私具以外の建物は、あずまやか世のような佇まいである。よもぎ山には、以下の施設が存在する。 よもぎ山の女性たちは、キリンがいない平時は、自らの生活のための旗織りや洗濯、畑仕事や採取などのルーチンワークをしている。キリンは、たくさんの食べ物を前に一人で食事をする習わしになっている。五山の周囲に広がる領域。天帝の定める法則の外にあり、天界にも人界にも属さない。神に見捨てられた地とも言われる。海という故障だが、 実際には、海ではなく一国に匹敵する広大な土地で、足したような植生を育む、起伏の富んだ地形に、妖魔、幼獣が、超量ばっこしている。高雨量は、さほど多くなく、人間世界では南方に行くほど暖かかくなるが、航海では中央に近いほど暖かい気候となる。なお、よもぎ山付近の標高はしのげ雲山の八合目に、相当する。 妖魔以外にも危険が多い土地で流砂が起こり、正気をくゆらせる沼や落石の多い山がある。紅海の外縁部は、金剛山と呼ばれる、登攀不可能な断崖絶壁の険しい山脈が存在し、紅海の妖魔、妖獣も越えることができない。門は、奇銃で飛び越えることはできなくもない高さだが、 門番に撃ち落とされる可能性があり、また西王母ら女戦たちをはばかって飛び越えようとするもの自体が少ない。そのため、混合山を越えて公海内部に入ったり外に出たりするには、通常は混合山に4つ存在する門を必ず通らなければならない。ただ王や麒麟、玉葉の招きを受けた者などは、雲海の上から混合山を越えることが許される。 雲海の上を恐れで空業すると、よもぎ山から総国の王宮、新幹宮まで二日ほどかかる。雲海の上を足の速い機銃で空業すると、金剛山を早朝に出発すると日没に五山にたどり着く。一般には人の住めない人外の領域と言われているが、出入り自体は門が開いている間は自由となっている。そのためよもぎ山に向かう上り、 山車以外にも航海に入る者たちがいる。代表的な例としては、航海を生活の場とし、機銃を狩る種子や、登る山車の護衛を制御とする強氏と呼ばれる人たちが知られている。また自身の狩る機銃を求める武将なども、時折、航海を訪れている。近年では、天線の中で航海に入る人を守る。 唯一の存在である犬狼魔くんの加護を受ける、祈りをして、後悔に入る者がいる。犬狼魔くんの死病は四霊門の手前の町の四、霊門に通じる門の脇の壁と、四霊門の向こうにある城塞にあり、そこに置かれた水を浸した桶につけられた葉がない桃の枝で水滴をかけるように後悔に入る者を払い。 その枝と、桶の脇の石壁にかけられた犬狼く君の五符で、ある小さな木の札を持って、後悔に入る。五符は、無事に、後悔を出れば、感謝を持って死病に返す習わしなので、多くの人を守ってきた墨の色も滲んでいるような、古い札の方が好まれる。人外の領域であるため、後悔には、本来どうも里も存在しないとされるが、主に、 つよししたちによって、各四霊門から、よもぎ山までの道が維持されている。さらに、小規模ながら、主氏やつよししなど戸籍を持たない、騎手の民の里があり、後悔の守護者犬狼神君によって里木が、もたらされている。なお、里木をもたらされた時の初心との約束で、騎手の民以外のものが里木に触れると枯れてしまうため、里の存在は、騎手の民以外には、 極秘とされている。金剛山の麓にある四つの門は四霊門と呼ばれ、海を挟んだ対岸の国の首都州の飛び地になっており、一年に一回、それぞれ定まった安行比の正午から翌日の正午にだけ開かれる。北から時計回りにが存在する。門の構造は霊冠門を例にとると、門比の高さは40畳以上、幅200歩以上。 あまりの巨大さに、内側に傾いているように錯覚する。門は二層になっており、一層は巨大な一枚岩を、くり抜いたもので、ここに、人の身の丈の数十倍はある、天ね白の姿が刻印された朱塗りの門扉がある。二層の青鬼の功労は、朱塗りの,の柱に、壁の瓦で、中央に小さく、門扉のない門があり、その上に黒塗りに金で、 霊観門と書かれた変額がある。功労の上は開いていて、飛翔できる、機銃であれば飛び越えられそうな、高さであるが、門番がいるため飛び越えようとする者はいない。門の両側には、岩棚のような保証があり、城塞での人気が明ける兵士が、最後の仕事として、ここでの警護を行う。四霊門と、その手前の町の四霊門に通じる門は、後海に向けて開かれる。 四霊門の門前の土地は広大だが、金剛山全体から見れば金剛山脈の切れ目の断崖のふもとにある小さなサスのような非常に限定された土地である。この門が開くときは、航海の内部から妖魔が外部に向かって大量に溢れ出てくる可能性があるため非常に厳重な警備体制が敷かれる。四霊門の前の町の門を出ると総決の間近に迫る。 金剛山の峰々が千広に切り裂かれ、一条の道を作っている。四霊門へ続く道は削り取られたように峰と峰が迫っていて、その間に広い谷が続いている。峡谷の道幅は六百歩あり、地門の門前から徐々に両岸の岸壁が高くなっていく。この道は、町からは上り坂だが、曲がりくねっている深い峡谷のため、下り坂と錯覚する。 四霊門の先、渓谷に蓋をするような形で、石造りの隔壁がある。四霊門から、ここまでは飛翔すれば、一瞬の距離で、深い渓谷ゆえに、上空からの見通しが悪いからなのか、ここで妖魔に捕まる不運なものは少ない。隔壁の向こうは城塞になっている。この城塞は、門前の町を守るために、暗号碑の土に資材を運び、長い年月をかけて作られた。 堅牢なもので、門前の町を持つ、国の兵士が一年の人気で、ここに駐留している。隔壁から城塞へは、城塞の道幅いっぱいに立ちふさがる、石の隧道が通っている。隧道には、石と漆喰で固めた天井を、所々切り、そこに小さな屋根をつけて、天窓を設けている。煙出し程度の屋根の四方に鉄柵を植えて、妖魔を排除し、 光と空気を入れている。城塞は小さな里ほどの定裁のある城とも町ともつかない城物で、町の道は細く、かろうじて木場がニットを並べる程度の道幅しかない。その両脇に、石造りの低い建物がぴったりと続いて並んでいる。その道の頭上も石で、水道の中のような明かり取りが切られており、暗くはないが、決して明るくもない。湿気がよどみ。 四方の石材は古び、航海に特有の熱気がこもっている。そもそもは町を守るための平和の施設だが、その恩恵をごく普通の旅人もよくすることができ、ど間に雑魚根だが泊まることができ、粗末とはいえ食事も出してもらえる。この城塞が航海で最初で最後の人の土地であり、城塞から航海に出ると、人外の土地である。 城塞の外の安全が確保されると、後海への門が開かれる。城塞を出ると落ち込むような傾斜で下る岩だらけの傾斜になっており、その下には、見渡す限り緑の樹海が広がっている。左右には、金剛山が迫っている。森には、ようやく馬車が通れる程度の道幅の道が続いている。これは、金剛山から下る沢に沿い、長い年月の間に、 小山の人々によって切り開かれ、踏み鳴らされた道である。坂の下には、広場があり、兵士が婦人する岩棚がある。城塞の扉を開ける際に倒した妖魔の死骸が、城塞の傍らに積まれているため、に、三日は、妖魔はその死骸の地の匂いにつられて、旅人の方に来ることは少ない。朝に城塞を出ると馬を、少し過ぎた頃に草地に出る。 この草地は休む場所を作るために枝を打ち払い、若い木を切り倒すことを、幾百年と繰り返した結果、全員が休めるだけの場所ができたものである。後海を取り巻いている四つの内海と四つの海峡からなる。北から時計回りに国海、牛虎海門、大海、辰巳海門、赤海、羊猿海門、八海、寒海門と呼ばれている。なお、 各海峡は四霊門とタイになっている。内海の色は、名前の通りの色に見える。妖魔は総じて内海側からやってくる。航海沿岸から赤海を最も足の速い機銃で、ある、恐れで空行して横断するのに一中夜かかる。内海と外海を隔てる島に存在する、国家軍。北から時計回りに、以下のように配置されている。喜び東国、蘇南国。 反西国、竜北国の四国を四大国、元州国、匠州国、最州国、安志州国の四国を四州国と呼ぶ。国名は、正式名称で呼ばれることは、あまりなく、一般には、狩りや喜びのように略して呼ばれる。国の大きさは、一国を抜けるのに、徒歩で三ヶ月、馬で一ヶ月、国境の山脈あるいは、海を通るのに、 さらに徒歩でおおよそ1ヶ月かかる。馬国の阿ンから浮き号経由で、元国の右号まで3泊4日の船旅と陸路より海路の方が早い場合もある。大陸の国と国は航空機山と総称される山脈によって仕切られており、国境のことを航空機とも呼ぶ。陸路で国境を越えるには航空機山に一つから三つある飛ば口を通過しなければならない。 国境を越える際には、畑県を改めるが、畑県がなくても、官の尋問を受けた後に国境を越えることができる。巨海に浮かぶ島国。北東から時計回りに、以下のように呼ばれている。四極国から大陸に渡るには基重で一昼夜かかり、タイからサザナミまでは基重で空業して柳から京都藩を経由して半月ほどかかる。八カ国の外側に広がる概要。 物理的には、巨海の外側には何もなく、果てしない海が広がっている。過去に巨海の果てを見ようと船を出した者がいたが、帰ってきた者は一人もいないという。カオル国と大陸の間にある海峡は、カウ海。はじめ国と大陸の間にある海峡は、ウシトラ海と呼ばれているが、カウ海は、船で山中夜と、あまりにも広いため普段は、海峡も巨海と呼ばれる。 灰色の、どんよりとした海のように見えるが水に、色がついているわけではなく、むしろ恐ろしく澄んでいる。よくあれ、夜になると深海に住む、あやかし魚が発する光が星のように明滅して、見える。あやかし魚は、小さく見えるが、実際は箸毛を飲み込むほどの大きさである。あやかし魚は、嵐の時でもなければ決して浮いてこない。また、巨海には、 十二国世界と他の世界との境界線という意味もあり、王や麒麟、一部の行為の線は境界を渡って、放来や混乱に行くことができる。航海を除き北は寒く南は暑い。そのうち最も寒いのは、冬になると北東から上風が吹き、雪を降らせる帯である。この冬は、北の国々を冬の間凍えさせる。他に、柳、 カオルにも雪が多く積もる。岩も北東に位置するため、この風の影響を強く受け柳と同程度に寒い。この三国では陶器に髪や花を外気にさらすと髪が凍りつき鼻につららができる。冬のタイでは絶えず花を擦り続けないと花の奥が凍るっとされる。ヤスシも上風の影響を受けるが山を越えるため乾燥した風が吹く。 正月前の藩の南部が、タイの冬に、必須の羽毛を入れよう毛で、裏打ちされたチーパーを脱ぎ捨てるぐらいの気温である。南方は、非常に温暖であり、サザナミでは二毛作が行われ、冬でも、タイの春や秋の気候である。また、層の最南端では、冬でも外で眠れると言われる。敵面の罪は、天綱に定められた、最も重い罪の一つで、軍病をもって、 他国を犯すことを言う。王も麒麟も数日のうちに倒れるとされる。なお、禁じられているのは、犯すことであって、兵士が他国に立ち入ること自体は禁じられていない。過去の実例として、従う帝の故事がある。慈悲深い名君として知られた際の従う帝は、 後輩に苦しむ隣国の民を自国に救出するために、出兵したところ、軍の越境からほどなく、王と麒麟が通常ではありえない、突然の変死を遂げた。出兵は人道に則っとったもので、天網に背く行為とは誰も認識していなかったため、それが、敵面の罪であるとは当初誰にもわからなかったが、自王が、漁師の国史の変化に気づいたことで従う三の行為が、 敵面の罪に当たると認識された。なお、この罪は、軍隊の侵入にとどまらず、キリンが、指令だけを送り込むことも、犯すことに該当する。軍事力をもって、他国を支援する場合、敵面の罪を回避するために、その国の王や、仮王など正当な国家主権を持つ者からの正式な依頼が必要となる。国史が変わるということは、王が非常に、 重い罪を犯したことを意味するものであり、過去に、国史が変わった、同様の例として挙げられているのは、出動でキリンが死んだことに逆上し、次のキリンが生まれてこないようにするために、ヨモギ山に侵入して捨て身きを焼き払い、除染を皆殺しにした、対局国の王の事例がある。アニメでは敵面の罪の定義そのものが原作と異なっており、天命に逆らい人道に戻ること。 天命なしに死を選ぶこと、他国に侵入することの三つが、敵面の罪であるとされている。とはいえ、この三つは原作においても、王が言ってはならないことであるとされている。国が制定する普通の法は、官からの相乗を王が再化する形で、制定されるのがほとんどであるが、王が自ら制定して発する法令を特に直令と言う。縁を直たかによれば、 一般的に直令は王朝が形を成していく初めの頃と傾いていく終わりの頃に多い。中でも新王が初めて発する直令のことを諸直と呼び、多くの場合は王がその国をどのような国にしたいのかという方針を示すものになっている。中には諸直を出さなかった王もいる。実際に次のようなものが諸直として出されている。また、 法令ではないその案件一回限りで有効な王の命令は直命と呼ばれ直令とは区別される。管理の任免などを行うのは直命である。有能な管理の条件に他国の方に通じるというものがあるが実際に他国の刑法にまで通じる管理は刑を司る思考の官の中にも少ない。兵国があるのは憲夫以上であり州府では 犯罪事件は取り扱わないが、牢は、どこにでもある。牢は、ンプの奥にある。未だ刑罰の定まらない罪人は、公正に処された罪人と一緒に、軍営内にある礼語に捉らえられることになっている。司法が主催する警告は、刑案を担当する、司計と、典刑、司差しのみで運営されており、この三者の合議によって論断される。まず、 典型が経緯に沿って、警察を行い、それに対して司氏が三者、三育、三氏に鑑み、罪の減免を申し立てる。そして、最終的に、死刑が決を下す。司法の結論を他者が左右することは許されないが、大志向なり調査なりが、上位の権を持って、すでに出た、結獄に異議を唱え、書簡に図った上で論断を一度に限り差し戻す、ことはできる。 重罪人の場合、最低でも一度はさらに上位の行政府によって、論断が行われることになっている。十二国世界の地位の別は、あくまで礼節の程度を示すものとされているが、上位の者は、目下の者に礼儀を求めることができる。くらいの有無によって、生活水準がまるで違う。光弘はその国に戸籍を持つ者しかなれない。白以上のくらいは、王の近親者。 朝裁、三弘予習の職以外に設けることが禁じられている。通常、国府で吐くという場合は、概ね脅迫のことを指す。国間で一番下の位は中止である。非戦の下働きの戦の位は、上司以上京以下である。王の長儀に出席することが許されるのは、行為の間のみである。管理は所属する地位によって、 長さと色が違う、樹という三詞ほどの幅の組紐を身につけている。上位の管理が個人的に雇う管理もいる。各不代の予算は、それぞれが抱える管理の人数によって決まるため、不代はなるべく欠員が出ないように人を雇う。六艦とは、転換、地艦、瞬間、夏艦、週艦、冬艦の六つの感触のことである。六艦長の位は、脅迫。 天官宮中所持を司る。地官土地古籍を司る。瞬間祭祀を司る。夏官軍事を司る。基本的に文官の集まりであり、司右さと大木だけが直接武官を盗用している。習慣法令、外交を司る。東官造作を司る。ここで制作される呪いをかけられた武器を、陶器と呼び、妖魔を撃退する武器になり、 唯一新鮮を傷つけることができる。上記の三官が東官町の下で、国のために、それぞれの交渉を抱えている。国官は必ず首都州のどこかに封じられ、そこから上がる租税から国への上納分を引いた残りが、給与となる。つまり、管理の給与は、農作物の収穫量と、必然的に連動することになる。これらの法量は、 首都州の宗公である蔡助の法領を所管に活上するという定裁をとっている。法領の単位は、最低が里で上納分は半分、これに負がつくため、一理を法領として与えられる管理の収入は、成人が田んぼから得る収入より5割ほど多いことになる。最大は一県であり、法領の官府の長官は、領主が任免することができる。 予習の給与制度もこれに準じる。そのため、民は管理の法量の移動に一喜一憂することとなる。管理が移動するとそのものの法量が移動するのと、夫婦は同じ判電で生活するという大原則ゆえに、管理同士で夫婦になるということはそれだけで、昇進の道が狭まるため、管理同士での結婚は少ない。地線の非線でしのげうん,んに、 ホラフを開いている者は国からのささやかな給金とホラフの土地の小作人からの徴収で生活している。十二国では基本的に他国との戦争が存在しない。その代わり我々の世界における警察に相当する組織がなく犯罪者の取り締まりを行う警察機能や貴人の警護、応急や都市の警備などを全て軍が行う。さらに罪人が 刑務作業で行う土木工事の監督などにも将兵が動員されることがあり、軍事以外にもいろいろな作業に従事する。軍病の管理は通常、軍で行う。また、軍の体系は天綱に定められており、それは内乱鎮圧と警察業務に必要な最低限の人数だけに限定されており、王が勝手に拡張、増強するのはもちろん、 動員の際の人員規模の内容を削減することもできない。そのため、兵を動かすとなると、特に喜び国のような国力が弱い国では兵隊をどう確保するかが問題になる。兵隊は各地の夏間から補給を受けることになっている。各お々の,おの,の軍には核が存在し、核上から順に、金軍、首都収支、予習の収支の順で、 さらに同じ軍の中でも左軍、優軍、中軍、助軍の順に格が下がる。つまり、軍人として、最上の肩書は、金軍左将軍である。終始将軍の少将は七つである。終軍の将軍は、ただの軍人であるのに対し、金軍将軍は王に越権することが許され、政治に関わることもある。というほど、終始と金軍には、格の違いがある。 州が国に収める税は、州軍の兵員数に応じて課せられる。兵卒として軍に入るだけなら、学歴や教養は問われず、所定の訓練を終えれば、配属先に配属されるが、階級が上がるにつれて、必然的に兵を統率するための知識と教養が必要になるため、近軍の将軍には、大学卒業程度の学識と教養がなければ、務まらないとされる。 王氏王が兵を動かす権限を持つ、金軍三軍と首都州士三軍を合わせて、王子という。王子六軍とも言う。王子の旗は、隆起である。軍の編成体系一つの国に存在する軍は、大きく二つに分けられる。一つは、金軍と首都州士の王子であり、もう一つは、首都州以外の八州の州士である。軍の名称は順に、左軍。 遊軍、中軍と呼称され、余州の州士のみさらに、助軍が加わる。その軍の数は、王氏がそれぞれ三軍、州士が二軍から四軍とされているが、これ以上の軍備は王の綱によって禁じられている。一州の反乱ならたやすく鎮圧されるが、余州八州が結託すれば、王を撃つことも可能である。空行兵は一騎で、騎兵十騎分の働きをするという。 軍の規模には、黒備え、白、備え、高備,備え、青、備えの4種類が存在する。王子六軍は、黒備えで、常備するのが通常で、専業の兵卒が当たる。それが不可能である場合は、白、備え、高備えとその規模を下げていくのが、通例になっている。一方、終始は、通常が、高備えで、また、助軍に関しては、 概ね青備えが常備となっている。旧あって、軍を動かす時には、市民から兵を募り、さらに下級の時には徴兵することとなっている。夫役のうち、兵役は、体格の問題から事年齢で行うことになっている。軍の編成単位には、死、旅、卒、寮、語がある。地方の行政区分は完全な入れ子式で、上から、州、郡、里、県、 人、族、里という形で分けられている。国に、州は9つと決まっており、内陸にある、首都州を余り州8州が取り囲むように配置されている。一軍は4教、一教は5県、一里は理家を含めて25矢だが、それ以外の単位については特に数の決まりはない。州には、国から官僚が6人派遣される。12国において、 通常の状態として考えられている体制は、上記の統領が主権を持ち、補佐役のキリンと調裁を筆頭とする書簡がその下にあるというものだが、実際にはそうでない体制も、歴史上存在している。なお、王やキリン行為の間の性質上、ここでは、断りのない限り、死ぬイコールかけるとして扱う。十二国では、キリンが王を選ぶが、 王が死んだ後すぐにキリンが王たる人物を見つけられるとは限らない。また、出動によってキリンが死んだため王が倒れた場合や、反乱によって王と共にキリンが撃たれた場合などは、新たなキリンが生まれ王の選定ができるまで待たねばならない。そのため、長期間にわたって王位が開くことがある。このような空白期間に備え、国権の継承順位が定まっている。 調査が何らかの理由で欠けている場合には、以下のようになる。まとめると、王が欠けた後の国権の継承順位は、1麒麟、2調査、3点官長、4六官参考の合議、となる。実務的には、いかにして二の調査を決定するか、ということになる。王が死ぬと、地王が当局するまで魚事が因営を失い、使用できなくなるため、白地の足を切って、 魚事の代わりとして使用するのが慣例である。このシステムでは、4までの管理が欠けた場合、空白期の国家の運営自体が不可能になる。2の調査以下は、天の条理とは関係がないため、4までの管理がすべて同時に欠けるのは、無本や大規模災害の場合である。無本の場合、乱の指導者が義王として立つことで、天の定めた条理からは逸脱するが、 空白期の国権の行使者が問題なく存在することになる。12国の歴史を見ても以下に述べる大国の事例以外は国権の保有者自体に秋が出たことはないとされている。大国の事例王やキリンが欠けるという状態が死ぬを意味していない場合がある。すなわち王やキリンが幽閉や事故など何らかの理由で朝廷と連絡を取れないため、 国権の担い手として見れば欠けているが死んだわけではない場合である。この場合、王や麒麟は存在しているにもかかわらず、国権を担えない。上の規則に従えば、王も麒麟も欠けているためにいかに国権を移すべき。ところだが、漁事の効力が消えておらず、白地の足を使うことはできない。しかも王や麒麟が、他者に漁事の使用を許可していないので、漁事も使えない。 よって、天妻と慣例に従う限り、国権保有者が空白になってしまう。大国で上記の事例が起こった際は、文字通り国権が停止してしまう事態に陥った。その隙をついた将軍、亜ンにより、国権を奪われたが、新しい王や麒麟は選べず、戦である。亜ンは、天からの裁きともしとも無縁であるため、通常の儀王以上に、権力基盤は強くなっている。 十二国の天の法と慣例の隙間をついた形になる。カオル国の事例上記の体における事例ほどではないが、カオル国の国政も天の上理と慣習からは逸脱した体制をとっている。カオル国は現在専用に対して反乱を起こした時の名手、月経が統治しているが、この反乱は調査以下の指示を受けていたため、 正当な国権保有者である王と麒麟を支持したものの、国権の正当な継承が可能であった。月経も当初は、空白期の国権に関しては、天の定めた順位に従うべきと考えており、自らが国権を継承することを渋っていたが、結局書簡に押される形で国権を担うことになった。上に挙げた天の条理と、慣習からすれば月経は義王であるが、本来なら、 正当な国権の継承者である人々の同意を得ており、彼らは月経を仮王とみなしている。六冠三皇の合議で六冠三皇の外から仮王を選んだ形である。各国の王宮は、十二人の初代の王たちに天帝が、下死した建物に、歴代の王を通る画像改築を繰り返したものとされ、両雲山山頂の地形や外見の装飾などに、 異はあるが大まかな構造は、どの王宮も同じである。故に、王宮の建物は手を加えることはあっても、王の意義を保つためもあって、増築部分を含めて取り壊してはならないという、暗黙の了解がある。円王、直隆が当局直後に、国庫の足しにすべく使用していない建物を、片っ端から取り壊して建材などを売り払ったことがあったが、この件は、 当時の元国の国情湯への例外とみなされており、後にも先にも王宮の建造物を取り壊したのは、この一件だけであるとされる。なお、王宮のお倉には、歴代の王の物や衣服、送信具が、思蔵同然に保管されているが、これらも王の意義を保つために処分してはならないとされている。王や王宮に使えるものが、王宮のすべての建物や庭を把握していることは稀で、 あり、昔の王が建てたあずま屋が、後の王に、庭ごと忘れ去られ、数代後の王に発見される、ということもある。不代には、本来、よほどのことがない限りょは立ち入らない。修城の宮殿は、王宮よりは小規模だが、その構造は、王宮とほぼ同じである。各国王宮の特徴をつばめやさしのげ雲山山頂に、ある王宮の区画のことを、園長といい、 何へもの隔壁と門によっていくつかの区画に分かたれている。その区画は大きく分けて管理が主に働く区画である下空と主に王とその家族の居住区画である内空に分けられる。園長には機銃を入れることを慣例として禁じている。王の品格の衣服や送信具を迎える側の王宮が用意したものに召し返る習慣がある。修行は王宮より規模が小さいが、 似たような構造になっている。朝廷には、上級間の官邸と不定のある内朝、中級間の官邸と不定がある、お寒朝、下級間の官邸と不定がある外朝がある。内朝は、雲海の上にある。地朝は、雲海の下にあり、ほぼ南面していて東西に、大抜きが貫く。外朝は、しのげ雲山の中原にある。宮城の入り口である。 サツキ門を入ると正面に即位式などの霊典が行われる巨大な広場を持つ正殿がある。広場は国府と正殿に挟まれた場所に位置する。国府には軍病の管理、兵役の受付などを行う司う府がある。兵、大学、学生や教師の寮、大学府は国府の周囲にある。宮城の二つ目の門である木地門が国府の終わり。 国庫は三つ目の門の後ろにある。国庫と、外朝の間に社食と葬廟がある。王宮にはしのげ雲山にある五門とは別に、両雲山の雲海に近い中原の断崖の上に、金門がある。この門は、王宮の精神に、王宮の外から直接出入りできる、唯一の門であり、王と歳助、及び王から、特別な許可を受けた者しか出入りできない。金門破りは、 死刑が慣例とされる。金門の外側はしのげ雲山の大きな岩の塊を平坦に削り取ったような体育館ほどの広さの岩棚しかない。そこには手すりがなく滑り止めにか地面の白い石は深く細かい模様が彫り込まれている。そこに身の丈の場合はある一枚の白い石でできているらしい両開きの扉がある。 門の向こうの長くない廊下を抜けると一度びが、婦人できるほどの広さの広場がある。広場に隣り合う宿舎には、兵卒や管理が待機している。広場を抜けると、途中の踊り場で90度方向を変える、白い石の階段がある。この階段は、段差は、低いが見た目は長いのだが、呪いがかけられており、上り寄りをすると、いつの間にか終点についている感覚になる。 階段の上には小さな広間の奥に鮮やかな浮き彫りを施した厚い木製の扉があり、これを抜けると道根に入る。この門の脇には本人などが出入りする景門がある。金門から道根に入ったところには白い石の手すりが設けられた路台があり、常時一両の兵卒が待機している。路台を過ぎると精神へと続く石畳がある。 長儀は原則として毎朝開かれ、天寒府、四寒府、春寒府、夏寒府、週寒府、冬寒府、六寒三項の順に寒を飛行代し7日間で一周、する。まず寒は長道に整列して待つ。全員が揃うとその胸を告げるドラが鳴らされるので、外殿へと向かう。一道が、正殿に並ぶと、打ち方を変えたドラの合図で玉すだれが下ろされ、 その向こう側に王が現れる。サイドドラが人打ちされると、ひれ伏した書簡の前で玉すだれが挙げられる。そして、顔上げよと太宰の号令がかかり、膝をついたままその場に体を起こす。その後、太宰の号令で参考の礼が取られ、そして許されて立った調査が議事を読み上げる。古来の儀礼に従えば、王は進化に話しかけず、進化も王には話しかけない。 故に、進化は、議題や進言を書状にしたため、これを、陛下の自重に渡し、王はこれを読んで返答を自重に耳打ちし、それを自重が、進化に語っていた。現在では、そんな風習を守っている国はないが、それでも今でも王は、あまり直接進化に語ったりはしないものである。空位の際は、仮王として朝妻が、壇上に登って玉座に座る。王が、 玉座に着席するための儀礼はすべて省略される。場所としての玉座とは王に限らず国を導く者が座るものである。社議長に見立てた統制の的を投げ上げ、これをいる儀式。夏館が取り行う。重要な儀の際に行われる台車と遠席で模様される遠車に分けられる。天地開百当初は、 本物のカササギを敵に使用し、サイスケも隣席することがあったが、殺傷を意むサイスケには到底その場に隣席できない。ため、いつの頃のどの国からかはわからないがサイスケはシャギに隣席することはなくなり、敵にカササギではなく、当藩を用いるようになり、居い落とした、当カササギの数だけ鳥を、王宮の庭に放すようになったらしい。 なぜ農村でありふれた鳥であるカササギを敵にするのかの言われは伝わっていない。ちなみにカササギの鳴き声は喜びの前兆と言われている。十二国世界では電気やガスが使われている形跡はない。化石燃料が見当たらないせいか蒸気機関や内燃機関はないようで、文明レベルは産業革命以前である。庶民の移動手段はもっぱら徒歩で。 余裕があるものは馬を使う。建物は、そうじて、中国風だが、レンガ作りの建物の中には洋館を思わせるものも、あり、仮には、和風建築も存在する。民は数え年20歳の元旦に戸籍に、朝廷の印がつき、国から、一夫の土地の宮殿と冬に住むための里の家を、与えられ、それを元手に生活をしている。 宮殿が数え年で行われるのは、役所の仕事と夫役の都合上である。これをもって、成人とみなされ、納税の義務を負う。どこの土地の宮殿を受けるかは受ける側から見ると、生んだのみである。これら国から与えられた財産の処分は、事実上自由である。そのため、大抵の場合は家を売り払ってしまうか、夏の間は商人に貸し出している。場合によっては、 ロ一つが一人の人物の所有物になっていることがある。ただし、購入する際は、地元の人が優先的に買えるように、地元以外の人が買おうとすると割高な値段になるようになっている。国から与えられる土地を、高地許可を得て、自分で開墾した土地を自治という。個人の財産は60歳になるか死亡すると国に返納することになっている。ただし、 年齢によるおさめ室は任意であり、配偶者がいる場合は自ら稼いだ分は、配偶者に相続させることができる。子供は、親の財産を相続できないが、報奨や給与等と称して、生前分与されることが多く、おさめ室制度は事実上軽外化している模様。所属する里を出てから7年経つと隠ししたものと、みなされ、畑県と共に財産を没収される。 ただし、本人が、正規の畑を持って、どこかの不条に駆け込めば、元に戻してくれる、可能性がある。宮殿制度があるため、個人の貧富は、各個人の解消によるもの、とみなされる。民が夏に、国からもらった宮殿で働く場所がよりである。炉は、夜間で一路を構成しており、夜間の土地と一部の共有地が、伊田法に従って存在する。畑の周囲には、 家畜が植えてある。民は夏場は炉のろ下に住んで働き、冬は里で生活をする。街道沿いの庸りには食べ物を売る家もある。民が農寒期を過ごすのが里である。婚姻は成人にならないとできない。婚姻すればどちらかがどちらかの席に入る。本人たちの性は変わらないが、戸籍がどちらかの下に統合される。 子供は必ずその統合された戸籍にある性を継ぐ。十二国世界の人々は血筋に対する執着が薄い、ため、婚姻には子供を望むか否か以外の意義を見出されず、故に頻繁に離縁しては婚姻し、他人の子供でも嫌がらずに育てる。むしろ子連れの再婚は歓迎され、子供は卵かという形で天から賜るという考えから、 子供が多ければ多いほど親の資格があったのだから、できた人物だろう、と喜ばれる。子供が欲しくない場合は席を入れない野郎という、選択をする場合も多い。婚姻すると戸籍が配偶者と統一され、それに伴い土地も移動し、移動した後に離婚しても、元いた土地に戻らなくていいことから、拒配と呼ばれる結婚相手を紹介する職業がある。人が住む。 建物の基本構造は、一名に案。つまり、開放型の部屋である四畳半ほどの気喚の両側に、閉塞した三畳ほどの布せ室が一つずつ付属された構造になっている。大きな家では布せ室同士をつなげて、死亡院の構造をとる。大きな家では、一方の布せ室には、床塔を置いて、布せ室にし、もう一方の布せ室には、寝台と椅子を兼ねた指示を置き、 書宅や棚を置いて、基本的には、書斎のような個室として使用する。寄居の入り口には細かく折りたためる折り戸があり、折り戸は、間口いっぱいまで開くことができるのが普通である。気候がいい季節は当全開にして、目隠しのためについたて置く。折り戸は、眠る時など、他人に入室を遠慮してもらいたい事情がある時で、なければ、 どんなに寒くても少しなりとも開けておくのが礼儀である。ロケには基本構造に6畳ほどの土間の厨房がつく。円保湯枠に LDK。冬に寒い場所にある地域で経済的に余裕がある家はこう設置する。十二国世界では布は決して安くはなく重ね着は冬と後期の証である。冬なものが着るものほど見たけも袖たけも長く。 ゆったりとしている。そのため、服装でその人の経済状態や身分が分かってしまう。十二国世界では、男性の上着の正式名称を、方というが、優位の者が着る裾が、長く、ゆったりとした服を、無意の者は、長方と呼び、逆に無意の者が着る着丈が短い服を、優位の者が、方子と呼ぶほど、着る者に格差がある。ちなみに、 六クタが、宝来から持ち帰った洋服は、韓国の女官曰く、花売りのキルボロだそうである。山の上に、男性は、ーと袴を着用し、女性は、樹の上からさらに重ね着をして、チュンを着用する。好意のものはその肩に、飢饉をかけ、腰に灰玉をつけることもある。絹は、姿勢の人が考えるよりは、実は安価だが、贅沢品である。 寒冷地の姿勢では毛織物が用いられる。十二国世界では大尺感が用いられている。ゆえに体の大きい人の一尺と小さい人の一尺は長さが違う。一般に使われる通貨は高価で単位は1000。丸いものと四角いものが何種類かあり四角の方が額面が上である。高額通貨として銀貨や金貨があり単位は量。 紙幣は存在しないが為替があるため、大金を持ち運ぶ時にかさばる心配はない。銀貨一枚の値は五両で、これは玉正が、正山下時代の今日の小役人の人月のみ入りに当たる。金銭を境目から引き落とすためには、その境目が属する座の楽観が必要になる。楽観の裏には境井にしか読めない、独自の文字で発行した。 境見みと引き出し限度額が書かれている。十二国世界の宿屋は、大抵の場合食堂と兼業になっており、入るとまず料理の注文を聞かれるのが常である。小さな店だと、通りに面して食事を出す店がある。宿で無料のサービスは井戸を使わせてもらうことぐらいで、風呂を使うのにも、お茶を頼むのにも料金がいる。ガの宿だと、 共同のサウナのような風呂がある。通りから離れるほど料金が安くなり、宿の建物は上の木座橋に行くほど天井が低くなるので下の木沢橋の円鱗に面している部屋が一番いい部屋である。また土間に低い布施床で宿泊客が雑居する最低の宿以外は建物の形式上、布施室は必ず二つあり、鍵は寄居ではなくそれぞれの布施室についているため、 宿には、繁忙という制度がある。一人で宿泊する客のうち、数房を借り切る余裕のない客が相部屋になる制度で、宿屋が満室の場合に、繁忙を勧められることもある。料金は、後払いが普通で、大金を持ち歩くのを嫌う旅人は支払いを交わせか、物品で支払うことが多い。そのため、大きな宿屋では必ず送信具を換金する店が入ってる。 宿は、宿でも、柱や梁、窓枠まで緑から青にかけての色で塗装され、瓦が赤い建物は、女郎宿である。十二国世界でも、女郎宿は、倫理的に喜ばれた商売ではないようだ。姿勢に伝わる伝承によると、佐都木に帯を結んで祈ると、模様姿勢玄君が名簿を作って、聖王母に提出する。それを天型に測り、親にふさわしいものを選び、 聖王母,母が女神に卵か作りを命じ、創世元君が子供の元をこねて卵かにし、創始玄君が佐木に運んで卵かが実ると言われている。子供の魂は夜になると体から抜け出してごっさんに行って天帝に親の所業を報告し、天帝はそれをもとに親の寿命を決めると言われている。死者は多くの国ではこの世界の人々が 卵から生まれるため、丸い素焼きの棺に収められる。仏教が伝わっている、薫、狩り、さざ波、そうでは仮想だが、それ以外の国では土葬である。死者は普通、子、孫、兄弟、親など、家族が引き取る。たとえ遠く離れていても、知らせを受けて駆けつけ、死者を受け取って連れ帰り、自分の土地の片隅に葬って祀る。 塚を作り、墓標の代わりに白く塗ったあずさを植え、裕福なものは祠を置き、物品を備え供養し、季節季節には、紙で作った衣類を備える。塚堂はむね、ひどく殺風景な建物で死病らしい構えはなく、塚堂の建物だけが、ポツンとあり、その建物も、風雨を防ぐための壁がかろうじてあるだけで、扉さえないところに死者を祀る祭壇がある。 勘地に葬られるのはこの里で隠ししたものなので、その祭壇には満足なくようもない。勘地の墓地は、本来、家族の迎えを待つ間に仮に埋葬されるべき場所である。しかし、家族が、よほどの遠方にいるのでなければ、上がりを延長して、少しでも埋葬を待つ。結局のところ、迎えに来るものを持たない、寂しい者が、隠しとして勘地に埋葬される。 旅の途中で倒れた者だけでなく、引き取る家族を持たない者、家族があっても迎えに来る余裕がない、あるいは迎えに来るほどの敬愛を得られない者、または、一家が一時に死んでしまったり、浮きみであって迎えてくれる家族はあれども葬るべき、土地を持たない者も、も隠しの扱いとなる。寛地に埋葬されたまま迎えの来ない死者は、7年で、棺ごと掘り上げられ、塚堂で、墓死に、 棺ごと骨を砕かれる。砕いた骨は、不代の僧病に収められる。死者の魂の行方は、諸説あり、蓬来に行って千人になる、よもぎ山の中にある、よもぎ里山に飛んで天の決済を受け役行前行に、応じて、神々の世界で官位を得る、人間に生まれ変わる、等がある。植物鉱物食料街の外側を囲む壁を、隔壁と言い,い、 町の区画を区切る壁を城壁という。妖魔は隔壁を飛び越えることができるため、隔壁はもっぱら戦火や獣を避けるために存在する。町が拡張された際に取り壊された隔壁の一部を城壁に転用するケースがある。どの町も多少の変形はあるものの基本的には方形である。ただし、門の外の倉庫街などが発展して隔壁から膨らんだ。 市街地が形成され、大元の町と違う名がつくことが大きな町では見かけられる。里は百歩四方で4メートル近くもありそうな高さの隔壁で囲まれ、その内側を関都が一周している。門は日の出と共に開き、日没とともに鳴らされる太鼓が鳴り終わるとしまる。周囲は火災除けなどのための寒地に囲まれている。どんな里でも、 南に街道が接し、北東には公共墓地がある。多くの墓地には囲いがきがない。里の北に里ふと里ほこら、家が並び、その前を東西に広いおぬきが、里ほこらから、里、里まで、まっすぐ南北に、長さ100メートルほどの大行が貫いている。府城がある県以上の町では、閣壁に十二支に、基づいた門がある。ただし、首都と州都は、 古門がなくしのげう山に接しており、四霊門がある町では四霊門に接した二つの門が欠け、そこに巨大で頑丈な門が作られている。東西の門を大抜き、南北の門を大行が結び、町の中央に浮上がある。隔壁の内側を外観と、浮上の周りを内観とが巡っている。昔は北に姿勢を作り、西が東より格式があったが、今では、 大体南が姿勢で、西より東が格式が高い。ただし、古い町では、昔通りの格式になっているところも残っている。里は本来以外の中心であるはずなのだが、町が大きくなるにつれて北東へ追いやられる傾向があり、中には北東の格壁がコブのように膨らんだ形で里が存在し、本来は里。 両しかない門とは別に南西に門を設けてかろうじて、町とつながっている里もある。大きな町なら大抵相当の厚みがある閣壁を持ち、上は保証になっている。矢をはまつ凸凹のある、女垣を巡らせ、あちこちに、馬面と呼ばれる突出部が作られる。多少の変形はあれど概ね方形で、高さは特に理由のない限り一定である。門には、門扉が、 問答に刻まれた溝に埋まっていて、滑車によって上下して開閉する剣門があり、門穴には大小の三門碑がある。内関都と府城の間には、東西南北に詩人の名を冠した四つの門がある城壁があり、南の朱雀門を正門とも呼ぶ。その門の内側に内情がある。府城には凶作に備えた偽装がある。府城には豪が巡らされ、門境が渡されている。 保証の要所には、敵廊という、小さな石造りの建物がある。城壁の内外には突出した石壁に、転写を設け、保証の左右に対しては厚い壁を築いて、重い扉を設け、有事の際にはここから、城壁の内外を見張り、敵へ射撃を行い、あるいは、扉を閉ざして、保証をここで分断する。門の内側にはさらに注文があり、その内側は、 内情と呼ばれる。普通、内情の入り口である注文は簡素なもので、内情を取り巻く囲い書きも、民家の障壁よりも高く厚い程度でしかない。国境の町と場口がある町は細長い一つの町の中央を高い壁と、門穴で区切った形になっている。国境を示す壁と、門穴を境に、町の名前は同じだが行政区が変わるため、 外から見ると一つの町に見えても、中に入ると、お互いの国の国情の差が、如実に見えてくる。四霊門がある町四霊門がある町は、航海の出入り口にあるがゆえに、妖魔対策が取られている。妖魔の来襲を告げる金を持つ、座高炉は、他の町の10倍あり、建物はすべて石造りで屋根瓦には銅を張り、 建物の開口部や窓は小さく作られ多くの窓は鉄格子がはめられ、戸には縦横に鉄が打ち付けてある。空に向かって開かれた印紙は存在しない。通常は建物を建てない、コートの交差点には道に面して、鉄の門扉が設けられた、都城というシェルターが道幅いっぱいに建てられ、角壁や城壁の突出部と合わせて妖魔から身を隠すために使われる。 四霊門に面した門は、航海に向けて開く門であり、年に一度扉を開く四霊門から、かつて航海に住む妖魔が溢れ出してきた名残で、町の、どの門よりも高く厚い門である。この門の脇の各壁に密着するようにして、犬狼魔君の死病が立てられている。普通の死病とは違い門も,も因子もなく横長く、死病では普通は、 複数の像があるのに対し犬狼魔君の像だけが祀られている。それぞれの学校は上級の学校に行くための準備をする場所ではない。その教育水準は上級校に合格できるだけの学力を得るのには足りないため、その差は私塾に通ったり家庭教師に学んだりして学生が自力で埋めなくてはならない。上記の公立学校以外にも以下のような教育機関がある。 各国の平時の人口は300万人とされている。敵面の罪の存在や各国間にかなりの距離があり移動に時間がかかること、自分のことは原則として自分で何とかするべきという12国世界の人間の多くが持っている価値観などから各国の王急同士は自国にとって必要と思う付き合いしかしておらず、12国世界には公的な国際組織や 国際的な互助機構、大使館などの在外交換が存在しない。複数の国が団結して一つの物事に取り組んだことも待機捜索以前にはなかったとされる。王やキリンについては12国旗の登場人物も参照。首都は英州の行天、王宮は金パグル。慶応は赤子、キリンはケーキ。スーザンを中心に。 花びらのような形に配置された12国のうち、喜び東国はその中央より真東をその領地とする。気候は日本に近く穏やかだが、冬はやや寒さが厳しく、韓国との国境近くでは雪が降る。北部は山地が多く耕作地に恵まれていない。夏は乾いた気候で、夏の終わりは秋の雨を予感させる、蒸し暑さになり秋の初めに、 長雨が降ることが多い。夏が暑いため、貧しさもあって、家の壁は薄く、民の多くは窓にガラスを入れることをせず、毎年、数名の投資者が出るという。特産物といえば白橋の茶ぐらいしかなく、大きな鉱山や他国に輸出できるものはなく、資源的にはあまり恵まれていない。大陸の東端に当たるため、巨海から流れ着く開脚が、最も多いとされている。 貧しさもあって、橋が少なく、渡し場が設けられない峡谷には、橋があるが、渓谷に架かる橋は皆吊り橋で入り口で荷物を積み替える必要があり、しかも、峡谷の幅が広いと吊り橋すら架けられず旅人は、遠大な距離を迂回しなくてはならない。岩戸の戸場口が、巨海よりの町である岩尾と一つだけしかなく、巨海側のまともな港が、 北東にある和州の五渡るにしかないため、北方と巨海からの庭すべて和州の州と民閣を経由しないと、英州に行けない。幕州は、大見航路の拠点を持つ。幕州の始末は非戦、追松を排出した自負があり、正塾を筆頭に生が、テントに反していると見るとすぐに、それを求断する義人、教閣を排出する地として知られている。現在は、 物語の主人公、中島陽子が王となっている。現在の言語、赤楽は、陽子の字の赤子と楽春の名を取ったものである。昔、トール王が300年間全性を敷いたが、その後は短命な王が続き、特に陽子の当局直前は三代続いて無能な、女王が即位し、そのうち最後のよ、王ノブル角の知性はわずか6年で、しかもこの三代の間は、 空位の時代の方が長く、さらに王法御後はその妹のジョエイが義王となっていた。そのため、喜びは女王に恵まれないと言われ、陽子が即位した当初は、官や民から不安のお声が上がっていた。したがって、通る王法御以来、王の統制が緩んだことで官の腐敗が横行する状況に陥り、国内の状態は悪化の一途をたどっていた。しかし、 用氏の当局から3年を経て、国内体制も再建され、現在では、韓国をはじめ国外に難民として避難していた、人々も戻りつつある。とはいえ、まだ復興の糸口についたばかりである。首都は、安志州の関弓、王宮は、玄英宮。猿王は直隆、麒麟は、延べ記録田。王も麒麟も原かで、知性は500年に及び、 現在北方で最も豊かな国。国土は、スーザンから一時半の方向、喜び東国の北西に隣接する。主な産業は、農業、商業。船舶や建造物の建造技術も高く、そのために必要な計測資材の関係で、反西国とも関係が深い。関弓は、関弓山のふもとに盛り上がった、なだらかな丘陵地帯に弧を描いて広がり、 元は、さほど大きくはなかったが、この500年で巨大な町に変貌した。国会沿岸に、元州が、それと隣接して、柳国との国境に、広州が、青海と、牛虎海門近辺の国会に、低州がある。関弓近郊から、元州にかけて、六水という川が流れており、元州の中央部からやや国会寄りに、元州の州と、岩木が、六水に、 南以外の三方を囲まれて存在する。元州には繰り返される、六水の氾濫が作った、肥沃な平野が広がる。資源的には、喜びと同じく恵まれておらず、さらに喜びよりも北方に位置するため、寒さが厳しい。夏は、国海から冷たく乾いた風が吹くため寒量で、雨が少ない。夏から秋にかけては、 風が弱まるためふわふわと暖かい秋が長く続き、秋の終わりの長雨が終わると乾き切った浄化税が、やってきていきなり寒くなる。そのため、植物の繁茂には適さない気候。秋の雨季は、国会近辺ではあまり降らないが、六水上流では、豪雨が降る。国民の収入の大半は、土地から収穫物であり、楽種曰く、小麦を作って、牛を飼って、 終わり。先代の袋王がその王朝末期に、暴虐の限りを尽くし、さらに時代の麒麟が王を選べないまま崩御したために、王の不在が長く、500年前に、直オが当局した時の狩りはわずか30万足らずの、人民しか残っていなかった。まさにしのげ雲山すらお礼王かというほどのその、後輩ぶりは、折山と呼ばれた。現在は、 十二国屈指の国力を誇り、この繁栄によりなおは、双王と共に、期待の名君と称されるに至るが、他人の十倍は、我慢強く、かつ有能な管理たちの奮闘のおかげでもある。双国の双王一家も、麒麟以外に身内を持たない身で500年治世を、行ってきたなおを称賛しつつ、型破りな王と麒麟に振り回されながらも国をしっかり、 支え続けてきた管理たちの能力を認めている。本来は貴人しか乗れない長谷車を普通の人が使い、他国では一般的な農民が副業である、乗り合い馬車や安宿などが存在しないほど、平均的な国民の生活水準は高く、貧乏人や旅人には、金銭的に厳しい国。北方で唯一安定した国であるためにあてにされて、難民が増加の傾向にあり、 近隣諸国からの難民対策が大きな課題となっている。12国で唯一、妖魔を敵対生物としない法を制定し、家畜などにも妖魔の名を連ねている。また、繁殖や開脚に対しても最も差別の少ない国として知られている。首都は、随州の大鳥はじめ、王宮は白系宮、白慶宮太陽はながら、行州、キリンは、大気用もギザと。 北東の最も寒い国で年の半分近くは雪に閉ざされ、冬は晴れ間が数日しかない。夏でも羅ン起きないほど寒冷な気候。玉を産出するが、京王時代の乱屈と現在の国土の荒廃が原因で枯渇している模様。国民性は幸福期出で気象が激しく喧嘩っ早いとされる。鉱山の権益を取り仕切る土肥による暴動がよく起こる。 戦王崩御から10年も、キリンの不在で小山すらできない状態が続いていた。その上、イサム州の地政下で、ようやく復興が始まった矢先に王とキリンが、行方不明となり、さらに、行州が任命した重心のほとんどが行方不明となり、国内体制は崩壊する。現在、実質的な支配者として、義王、アセンが統治している形をとっているが、 反圧戦勢力の弾圧以外は、妖魔が、調領っこするに任せた、放任状態が続いており、厳しい気象環境と、相まって、民の疲弊は激しい。うによる他国の王宮からの問いかけに対しての、返答はなく、すでに妖魔によって、国外との連絡は途絶し、難民の国外脱出は、不可能になっており、通常の王不在時と比べても、妖魔の調領や、 国内の後輩は不自然なほどひどい。リヒト氏のことによると、当初優勢だった反ア戦勢力は、突然の寝返り者が続出して4分5列の末に壊滅した。この突然の反乱等の失踪、不可解な内部崩壊、それに続く早すぎる後輩には何らかの異常な力が介在していると推測されている。現在も太陽は消息不明のままだが、 決死の脱出業を成功させた、リヒト氏の懇願を受け、慶大野王陽子の提案で各国が協力して、宝来と混乱を捜索ついに大気を発見し連れ戻すことに成功した。一度国史が変わっていることが作中で明言されている。首都は、抜き州の連勝、王宮は、下風宮。友王は、玉将、麒麟は、友木。地勢90年ほど。 主な産業は林業など、航海の北西部にある霊観門を飛び地として所有している。首都の蓮章はその名の通り、蓮商さ山が蓮章の周り横を描くように抱き込み帆柱のように並び立っている北へ向けての上り坂の町である。戦後崩御後27年間にわたって、王不在による荒廃が進んでいたが、新大玉省の下で国内の復興はほぼ目処がつき、 現在は、比較的安定している。そのため近年は、王不在となっているカオル国を支援したり、亡国の兆しを見せ始めた柳国に備え始めるなど、近隣に目を向け始めているが、宋や狩りなどの大国はもちろん、隣国藩と比べても国力は、まだまだ弱い。多摩正は、正山の途中で、国王になったら今日全体を、犬の町のような、 妖魔に対する防備を備えた国にして、次の王不在期間に備える、さらにそれは王がいる間でなければできない、と語っていた。英王直隆によれば、喜びとは逆に過去に、途方もなく長く在位した女王がいたため女王に、対しては、好意的で、むしろ新王が男だと、民は、がっかりするほどである。首都はシュ王宮は、ウローグー。現在の角王はカモヨタク。 キリンは、レンリン。南西に位置し、最も暖かい国。レン王は、農民出身で、万民は健康に暮らすことと諸直を出した。本人の弁によると、国王はお役目、農夫が、仕事という認識らしい大気は一度この国を訪問している。大気が訪問した際には、国の中央部で謀反があったことが語られており、安定した状態とは言えないが、 その後、大気捜作の際には、連林が、長期にわたって、国を開けている。首都は、不死衆のイうヤスし、王宮は、のどかみや。西王気重とめ、麒麟は、サイリン洋乱。知世十二年ほど。元王は、サイリンにとって二人目の王。先代の青霧王となおは、腐敗した王朝を殺身し理想の国を作り上げようと、政務に挑んだ。しかし、 実務経験が乏しく、また理想に高くはあったものの、その理想が、真に国政を考え抜いた上で打ち立てられたもので、あったかどうかなど、国を担っていく上で本当の意味での信念と、実行力が欠けていた。結果、と、なおの政策の多くは、失敗に終わり、王に、明らかな非道はなかったものの国土は、荒れ続け、王朝末期には、サイリンは、出動。 ついに王が禅上して二十年余りで王朝が倒れる、悲劇へと至った。元王の奇州とめは、この禅王と、なおのおばにあたる人物である。王朝の交代時に、創国の支援を受けており、その縁で、創国と吉弥を結んでいる。国史が一度は変わったことが明示されている。首都は、劉博氏、王宮は、新官宮。総王は長崎神、はぜ崎き麒麟は、総林。 アキラ・アキラ。は600年に及び、あと80年ほどで、史上最長の王朝となる。双王によると、狩りに比べ感が、のんびりしているとのこと。先進は、当局前の宿屋時代から家族での合議制を、とっており、今でもそれを継続しているため、アキラ・アキラを加えた先進の一家まとめてが、双王と呼べる状態であり、政治の中心が、 よそとは違い高級の天正殿となっている。国を挙げて対抗にない特別の事業を起こす際には、必ず一家の誰かを主張として据える。国情が安定しているだけでなく、12国全体を視野に入れた政策をとっている数少ない国。例えば、遠く離れた北方の柳国に、亡国の兆しを見出すと、柳の隣国京への具体的な支援策を考えたり、 狩りの負担を軽減するため、匠北部の難民を船を使って層に導く策を考えるなど、常に近い将来に起こりうる事象に対して12国全体のバランスを考えた準備をしている。12国の中で入院制度を最初に取り入れた国。医療大国としても知られている。全土にアラミン、浮き民のための救済施設である、保水院がある。石灰山の真珠が特産品。 首都はつい州の芝草、王宮はカオル家軍、竜王はジョロ法、キリンは竜麒。著名な法治国家であり、カオル極国の先王である中立もこの国を藩として、法を整備したが、カオルとは異なり身を直接取り締まる法律よりも、むしろ法が公正、厳格に施行されることを目的とした、体制整備に重点が置かれていた。この体制がこを想して、 厳正な放置体制の下で安定した地勢が120年間ほど続いていた。しかし最近ではこれまでの放置体制を自ら崩すような政策が続き、地方に行くと公然と愛路を要求する管理が現れている。王とキリンが健在でかつ、放置体制の破綻も健在化していない段階であるが、天候不順や巨海沿岸に陽馬が出没し始めるなど、 後輩の兆しが現れ、生が荒れる前に、国が荒れて、沈もうとしており、匠国や大国と同じように何か通常とは異なる、事態が発生しているのではないかと、危惧されている。国が傾き出してからは、犯罪件数が、少しずつ増えており、国民の多くはこれをもって、国の治安が悪くなったと不満の声を上げているが、それでも、なお他国や竜王即位前と比べると、 犯罪件数は少ない。主要な産業は林業と石材。鉱山や曲線もある。石材が豊富なため、それを利用した地下室を持つ家が多く、地下室同士をつなげて地下街にしている街がありという吹き抜けから、明かりと空気を確保するため、雨が多い北東部では地下室は少ない。地下街の方が地上より気温が安定していて、風雪や 妖魔の来襲をしのげるため地上より地下の方が賑やか。そのため、この国では建物にかかる税金は地下室の広さで決められる。地下室で商売をすると、さらに税金を取られる。北東部以外では、雨が少なく、いいが少ない。麦の出来は悪い。現在の平均的な市民の人月の収入は、約5両。窃盗は原則として、上計100だに。 時計90日ほど。経面を復活させる際に代わりとして、大壁を禁じた。藩王は、ご愛気読む。麒麟は半林なし、半輪、梨行き。地性はおよそ300年。この頃に倒れる王は多いが年広によれば特に、問題なく、先に進みそうだという。国土は、喜びからちょうど後悔を挟んで反対の位置にある。計測器具や、 芸術品などの細工物や船の火事などの細かいものを作る技術に引いてた、いわば技術立国。他国から原材料を仕入れて国内で加工して輸出するという国柄から関連国の情勢には常に注意を払っている。首都はカバイケル、王宮は高はやぶさぐう。王もキリンも不在。先の王は知世約30年の剣中立つ、キリンはミネリン。 あまりにも荒烈な法を敷いたため、中脱統治の最後の年には30万人が処刑され、中脱の地勢全体では、人口の1、5に当たる60万人及ぶ民が処罰されるに至り、慶州法月刑が中心となって、予習発州すべてが放棄し、王と王公、麒麟が共に殺害された。現在は、天の上利と慣習を逸脱したという点で、形式上義王でありながら、 実際には、内外から空白期の正当な国権の継承者として認められた月経が事実上国を治め、後輩をよく抑え込んでいると評価されている。ただし、友大玉賞によると、よもぎ山にあるはずのミネカが行方不明という情報があり、王不在が長期化することが危惧されている。必ず王の時代に山客によって仏教が伝えられ、 最初に寺が建てられたのがこの国である。そのため死体はダビに不死さとホコラも建物の並びが、平等風ではなく、自動風になっている。これという産物はなく、主要産業は、林業と牧畜、いい竜馬を産出すると言われる。冬は豪雪に見舞われるため、寒さ以上に積雪による物流と経済の滞りが、民を苦しめる。首都は、奇襲の豪奏。 王宮は、緑高村宮。現在は、王も麒麟も不在。開脚は三番目に多く三年に一度ほど流れ着く。珍しいことが嫌いな先の花輪を、咲く王は、荒民を待遇がいいかのように呼び寄せては劣悪な、条件で生活させたり、繁殖を雇うと余計に税金がかかるようにしたなど、繁殖や開脚、山客や荒民、浮民を徹底的に差別していた。 自身の知性に劣等感を持っていた、作王は、知性50年を数えた頃、仮に500年の繁栄をもたらした炎王と同じ、原価の王が、隣国の喜びに立つことで民に比較されるのを恐れ、花輪の反対を押しのけて、養子抹殺を試みる暴挙に出る。そのため花輪が、出動の病にかかり、ついに、花輪ともども放漁することになった。現在は、 カリによって統治されているが、空を覆うほどの妖魔の出現で、馬国と航海の間の辰海門周辺の内海は、船の運航が不能なほどの惨上になっており、匠国を脱出する難民も増え続けている。なお、よもぎ山の捨て見きには通常は1年未満でキリンとなる花若が、すでに3年以上実ったままになっている。純王は、女王、キリンは、純貴。 地政は40年ほど、諦めさ産の硯が名産で、玉や薬水を産出するらしい。多くの国が参加した大気捜索にも協力しなかったが、その理由は国で内乱が起こったからだとしている。現在の順王は当局前管理だったらしい。担当編集者が語る、十二国旗の魅力。 新潮文庫メールアーカイブス2012年8月10日新潮社一指導愛挑戦するファンタジー幻想文学58特集女性ファンタジスト2000幻想文学企画室編集アトリエオクタ2000年ダビンチ2012年9月号特集小野冬美黄昏の騎士明の天衣講談社文庫版 P206 から207 黄昏の騎士明の天井講談社文庫版、P271、都南の翼講談社文庫版、P330、騎参、箇所のユーム皇壇文庫版、P309 から310しかし刑、お、陽子の事例では、刑期が陽子に会うかなり前から、水具刀が、自らの未来の主である陽子に陽魔が彼女を襲う、悪夢を見せて、彼女の身の危険を警告していた。 風の万里霊明の空下間降壇車 X 文庫、ホワイトハート版 P63 から66。風の万里霊明の空下間降壇車 X 文庫、ホワイトハート版 P68。風の万里霊明の空下間降壇車 X 文庫、ホワイトハート版 P58 六他の前の元気が8度目。六体枠、宝来からよもぎ山に連れ戻された後、 点火できるようになるまでの間はふわふわとした感覚しかなく気がついたら点火した後だった。獣の時代の記憶がなく、放来の記憶と人の姿になった後の記憶がつながっていた。天猫にキリンは自国の戸籍に含まれないという条文があるためだが他国のキリンについては言及されていないという抜け穴があり、荒廃した国から逃れてきたアラミンという形で 他国のキリングを戸籍に入れた例がある。都南の翼高団社文庫版、P378、起山、箇所のユーム公団社文庫版、P307 リクロ郵便では2ヶ月かかる景気が、表記を尺伏した際は3日間に睨み合った。そのため尺伏は原則として正規が、式に勝っている夜明けから正午までの間に行われる。恩苗道と、発掲以外の知識。 所作は景気曰く、気休め程度の効果とのこと。大気一行がさざ波に赴むいた際には、牛型の基銃二頭を横に並べ、それに、カゴ型の腰の持ち手を渡して固定して移動した、金剛山のどこかに金乱という丘がある、という伝承も存在する。有効期限は3年。期限が切れる前に戸籍を作る場所を決めて、戸籍を作るのを前提としている。 管理への不採用、小学以上に行けないという差別は、匠、香る春の三国に残る。韓国の武漢で三割、東の渡積西の総会の冒頭、花界の雪の、照り返しで花界が全く見えなくなる、白夜という現象がある。この出入り口の祠は白亀宮と雲亭宮で、共用している。長らく放来の家庭で、家族一緒に食事をする習わしで育った。 大気はこれを何か罰を受けているようだと言ったため、彼の食事の直前に出会った女性は、直後の彼との食事に昇番するという慣習ができた。玉将はこのことを知らなかったが、玉将が小山した時には、すでにあったあらかじめ魚事が夏印された紙に書かれた文章も有効。黄昏の岸暁の天降壇者文庫版百153ページ、現在の相応。 ハゼさきが、自分の当局直後に、彼に会ったという。従うては、突然倒れたかと思ったら、全身から出血して肉体がすぐに腐敗し、サイスケは、従うミカドの変死を見て、進化たちが駆けつけた時には遺体を指令に、食い荒らされていた。元州の乱の時の元国の国府では、軍の人手が足りないために、比較的暇な武漢だからという理由で本来は、 軍の職務である軍病の管理をもやらされていた。風の万里、黎明の空、上官、P22, 黄昏の騎士、赤月の天、上官、P206,207, バスミのこと、黄昏の騎士、赤月の天、上官、P207,208 この時圧線は、表だって、反乱を起こしたわけではなく、形式上は残った交換からも一時的ではあるが、 国権を担うことを認められていた。無論真の王でもなく、天綱と慣習に定められた、継承順も踏まえていないため、黄昏の騎士、赤月の天上官、P215 では、花陰から儀王であると、カッパされている。半数近くの建物が取り壊され、装飾に使われた、金、銀、宝玉などはすべて引き剥がされた。 アニメ客本集によるとしのげうんの七号目、直高は三日に一度にした。あまりの人口の少なさと、貧しさゆえに、王氏が、金軍左軍七千五百と、安氏修氏左軍五千の一軍ずつしかいない、というありさまで、予習でも軍が、本来の人員よりも、はるかに少ない状態だった新朝文庫版箇所の夢の相川登るによる後書きより、 原作には記述のないアニメのみの設定。ありがとうございます。